無事ハワイはカウアイ島到着でございます。はい、皆さんこんにちは、リュウクルーでございます。今からですねフライト行くんでございますが、今日はハワイ諸島のカウアイ島のフライトでございます。というかカウアイ島にレイオーバーステイなんですけど、まずはホノルルに、乗務して、ホノルルからカウアイ島は他社さんの飛行機でデッドヘッド移動して、で、ステイがね今回53時間めっちゃ長めなんですけどあって、今度はまたカウアイ島からバンクーバーまで直行便の乗務をして帰ってくるというフライトトリップでございますが、もしよろしければお付き合いよろしくお願いいたします。というかね、昨日の夜全然出れへんくって30分しか寝てません。頑張ります。でもこう日が明けてから出勤するの久々ですね。ここね数回のフライトはずっと6時25分にショーアップとか7時半ショーアップとかやったんで、今日はね9時ショーアップでございまして、今8時半でございます。さあ、それではバンクーバーからホノルルダニエル系井上国際空港までひとっ飛びと言いましても、6時間半ほどかかりました。ちなみにこのホノルルの空港の中にある中庭、ちょっとアジアンチックな庭園なんですけど、飛行機の待ち時間にちょうどリラックスできていいですよ。さあ、それではですね2便目といってもこれは働きませんけれども、デッドヘッドということで乗客としてですね、カウアイ島へ向かいたいと思います。これさっきも言ったように他社さんの飛行機なんで、私たち自分たちの制服着たまま乗ってるから、他のお客さんからしたらえみたいな、あんたたち誰、どこのクルーってなってるとは思いますけれどもね。さあ、もう着席したら急に睡魔が襲ってまいりましたが、フライト時間15分ちょっとぐらいなんであっという間でございます。さあ、こちらカウアイ島はハワイ主要4島の中でも一番日本より西側にある島でございます。さあ、そして毎回言うてますけれども、ハワイ諸島間デッドヘッドする時の楽しみがこちらのジュース、オグジュースでございます。このちょっとだけしか入ってないのがね余計に美味しく感じるんですよね。さあ、そんなんしてジュース飲んでたらあっという間にですねカウアイ島が見えてまいりました。同僚のクルーもですね必死に撮影しておりますけれども、空撮りたくなるわということで、本当にね自然がめちゃくちゃ多く残っているのがこちらカウアイ島でございます。ちなみにこのカウアイ島ですけれども、ハワイ主要4島の中で一番古い島と言われておりまして、逆に一番新しい島と言われているのが現在も火山活動が続いているハワイ島でございます。さあ、カウアイ島のリフエ空港に到着いたしました。ここで出発ギリギリのお客様に出会いました。もうお母さん、あんたらのパスポート持ってるから、はい、さっきまっすぐ歩く、参りなさい。まあ本当にお母さんは大変でございます。ということで、突然のね雨のシャワーということで、本当にカウアイ島ね天気めちゃくちゃ急変するんですよ。この晴れてるのに雨降る状態のことを、あのキツネの嫁入りとかって呼んだりするんですけど、これって関西だけなんですかね。ちなみにここのステイ先ホテル、空港から約5分の場所にあります。めちゃくちゃ巨大なホテルでございましてですね、フロントまでかなり距離があるので、現在8倍速でお送りしております。はい、ということで皆様、私ただいま、カウアイ島ルフイかな、日本語やったらリフエになるのかな、に到着いたしました。もう今日はねバッタバタしておりまして、なんかその道中の動画が全然なかったんですけれども、とりあえずですねバンクーバーからホノルルまで、乗務いたしました。今日もありがたいことにど満席だったんですけれども、ホノルルに飛んで、でそこから本当はね1時間半ぐらい時間の余裕があって、デッドヘッドということで他社さんの飛行機なんですけど、ホノルルからこのカウアイ島、ほんまに15分ぐらいのフライトなんですけどね、それに乗客として乗って移動してここにステイっていう話だったんですけど、実際今日風向きの影響もあって、すごいこのホノルルに自分たちの便到着するの遅かったから、ホノルル空港ついてクルーでみんなに走って、あのこのカウアイ島行く便に走って登場したんで、そのくらいとかも全然取れてないんですけどね。まあとにかくこちらカウアイ島到着でございます。カウアイ島はね、私多分動画でご紹介するの初めてになるかと思います。ホテルめちゃくちゃ素敵な部屋に当たりました。前ね2年前かな、カウアイ島あんまりフライト自分来ることなかったんですけど、1年半、そんな前忘れましたけど、前来た時はもっと狭い部屋だったんですよ。それでも十分すごい部屋なんですけど、今日は大当たりのお部屋でございます。まずちょっとルームツアーさせていただければと思います。まず大きな部屋の特徴あるある1、入ったら壁、もうこれね大きい部屋のあるあるですよ。入ったらまず、え？壁？なわけないやん、こっちやんって。ズドーンって抜けます。もう住めるやんって。
もう部屋広いとこ入ったらもう住めるやんってすぐ言っちゃうんですけど、でここに鏡がございまして、こっちにコーヒーマシンなんかがございます。カウアイ島ということで、カウアイコーヒーなんかがあるじゃないですかっちゅうて、私も最近はコーヒー飲める口になってきたんちゃうかなんていう疑惑も出てますし、コーヒーいただけたらいいんちゃうかななんて思うんですけれど、この辺は金庫が入ってたりね。でここはおそらく皆さんご一緒に冷蔵庫ですよね。はい。で、ここを開けますとこんな感じで、クローゼットとなっております。はい。でまあ小丼付けまで行かずにですね、まずこちら左に入りますと、お手洗いがまた広いね。かなり広くなってます。ダンスも3人ぐらい踊れますここで。はい。で謎のもう一つダンスホールみたいな、ここは5人ぐらい踊れますね。んでベッドルームになるんですけれども、広い2つベッドございまして、10人家族でもギリ住めるかなっていう感じです。ここでも寝れそうですしね。はい。おしゃれな作りでございますわ。ほんでお外がねいい感じで、ちょっともうね今夕方5時半6時前な5時半ぐらいだったかな、なんでちょっと日暮れてきてますけど、ちょうどいい風気持ちいいで、そこにですねホテルのプールありまして、その先がビーチとなっておりまして、この奥の山の感じとかもね、やっぱ他のハワイの島とはまたちょっと違う感じもするようなしないようなみたいな感じなんですけど、でこっちはこのホテルのゴルフコースになっております。もういわゆる本当にリゾートホテルですね。自分やったら絶対用泊まらんようなホテルでございます。ありがたい本当に。ということでもう夕方になっておりまして、昨日の夜ね全然私寝なかったから今もめちゃくちゃクタクタなんですけど、ご飯だけとりあえず買いに行って、まあ、ほんまねホテルのレストランでいただこうかなみたいな、それはちょっと贅沢すぎて怖くてできないんで、とりあえず ABC ストアかフードトラックって屋台車みたいな、屋台車なんて言うんですか、ああいう屋台のフードトラックが近くにあるんで、そこで晩ご飯買って部屋で食べるか、まあ部屋で食べようかなと思います。で早寝ようと思っておりますけど、見てください、これがカウアイ島ラフエでございます。ルフエ？リフエ？さあそれでは着替えましたので、ちょっと近くの ABC ストア行きたいと思います。ホテルねめっちゃくちゃ広いんですよ。めっちゃ広いからちょっとホテルのご紹介もしたいんですけど、ちょっと暗くなってきたしね、まずは今日も買い物に行って、ちなみにステイ時間お伝えするの忘れてたかもしれない、今回53時間というめっちゃ長いステイなんですよ。なのでいっぱいホテルの様子ちょっとお届けできるかと思いますので、ホテルのちょっと紹介は明日明るい時にしようかなということで、とりあえず ABC ストア行きます。今回はしっかりエコバッグ持ってきました。いつもねエコバッグ買っては、エコバッグ買うのが趣味みたいになってんの、使う時に持っていかへんから今日は持ってきてます。ほんまに巨大なんでね、場所はほんまにちゃんとベッドかんと自分の部屋帰られへんくなるし、ここ真正面抜けるとプールですね。あでもまだちょっともう日暮れてきてあれなんですけど、みんなプール泳いでますわ。あったかいんかな水。ちょっとね小雨なんかも降ってて、このカウアイ島ってねいつ来てもなんかちょっと天気悪かったり風強かったり小雨降るんですよね。こっちがどっちや、ロビー、この下はレストランか。何どうやって行くんやったっけ、海の方行きましょうかとりあえず。ほらもうね早速迷ってます。その ABC ストア前行ったんですけど、どうやって行ったか全然覚えてない。さっきもこんなとこ見たでって感じやけど、あめっちゃバーベキューのいい匂いする。こんな感じでなんかハワイのこのカウアイ島の歴史を感じるものも展示されてたりして。さあこちらには大きな池がございまして、中に大きな鯉が何匹も泳いでました。それでは恒例の8倍速でお送りいたします。私もともと歩くん早いんで8倍速って言ってますけど、実際は12倍速ぐらいになってるとは思います。ここにワイキキで人気のリュークスも入ってる。ワイキキやったらねもうすごい街で入れないんですよ。やっと分かるとこできた。リュークスもいいな、いいけどめっちゃ高いんですよ。ここだけの話やけどリュークスはやっぱなんかね、家族とかねパートナーと来た時に行くのはいいけど、なんかねそれ以外の時に行くのはちょっと贅沢すぎるから。 ABC ストア、ほんでここビーチのとこに出てくんねや、思い出しました。ほんでその先に ABC とかがあるんですわ。わかった。リュークスいいですよね、めっちゃ巨大2階建ての。
目の前はもちろんビーチ。ほんまでもね、カウアイ島ってね、いつ来てもね、まあ、天気いい時もあるんですけど、結構すぐあの風向き変わったり天候変わるイメージなんですよ。今日もこんな感じ、ちょっと曇り空です。明日ね、明日ともう明後日と長いステイなんで、どっかで晴れると思いますけど。パイナップルとか売ってる。この子らどこにでもおる。もう今日は外食にしましょう。ほなケンタッキー行こうか。ちょっとデカなってるやん、空港で見た子たちより。てかクルーに、どこの指定先でもクルーにめちゃくちゃ人気の行き先ってどこか分かりますか？コストコです。北米のクルーに限ると思うけど、みんなねコストコ行くんですよ。この近くにもコストコがあって、こんな綺麗な景色いっぱいあるのに、今日クルーの何人かコストコ今から行こうって言ってました。いやコストコカナダでええやんって思うんですよ。てか地元のコストコでええやんと思うんですけど、商品が違うんですよ、場所によって。まあそれはそうかもしれませんけどね。私も ABC ストアばっか行ってるけど、ここ急にめっちゃなんかもうローカルな感じになるでしょ。コケコッコはもう時間じゃないって言うたよね、私ね。あ、フードトラックもう終わってるわ。そこがねフードトラックなんで、またステイ中どっかでお昼ご飯かなんか買いに行くことになると思うんですけど、そう閉まってるんで、やっぱりABC 一択やな。カウアイ島はね、ほんまにあのマウイとかともそうやし、オアフ島とかとも比べてほんまにね、ゆったりこうなんやろ、ほんまにもう私たちはもうなんやろ、リゾートはもう行きまくりましたみたいな、ハワイのリゾートはもう楽しみまくったんですよみたいな人が来てるイメージ。これめっちゃ可愛い、さっき見たニワトリやん。やっぱニワトリが有名なん、カウアイ島って。てかハワイどこにでも結構おるけど、え可愛いな。でもカウアイってしかもカワイイにちょっと似てますよね。カウアイ、カウアイ、カワイイ。このクレイジーシャツっていうのなんかハワイのブランドなのか、よくホノルルとかでもコラボのシャツいっぱいあるけど、普通にカワイイ。ただ私はまたよそ見をしたらいらんもん買ってしまうんで、はい、 ABC ストアです。安心安全信頼の ABC ストアです。あんま食べ物ない時間やな、こりゃ。とりあえず飲み物買おう。スパム結びな。私がいつも ABC ストアで食べるパスタはあるけど、毎回これ食べても、麺とチキンダイナマイト美味しそうやけど、めっちゃカロリー高そう。はい、結果めっちゃ買いました。袋パンパンでございます。何をやってるんだか。はい、まあお菓子とかね、明日の朝食べそうなヨーグルトとか買っちゃったっていうことで、ABC ストアの店員さんめっちゃフレンドリーな人やって、なんか料理温めてもらったんですよ。ご飯を温めてくださいっつって、電子レンジ温めてもらってる間約3分ぐらい、めっちゃマシンガントークで楽しい方でございました。もうね、日も暮れてきましたわ。後でちょっとね、買ったもの、まあ大したものは買ってないんですけど、値段だけは大したことになってますけどもね、ちょっとご紹介させていただければと。一方的に誰も興味ないと思いますけれども、ハワイってこのなんか松明がめっちゃいいですよね。雰囲気めっちゃ出るわ。モアナやモアナ。一人やと思って喋ってたらめっちゃ近くに奥様歩いてたわ。恥ずかしい。私いつも結構日本語誰も分かってへんやろうと思って喋ってるんですけど、たまに分かる方いらっしゃいますんでね。恥ずかしい時ありますけどね。ジュークスやっぱり大人気ですわ。めっちゃ混んでる。今日平日の夜なんですけどね。まあそらハワイは関係ないか、平日も休日も。多分ね、私の部屋に戻る近道が絶対あると思うんですよ。さっき来た道絶対遠回りやったから。っていうか、さっき来た道で帰ろうにも、さっき見た来た道覚えてへんっていうのもあるんですけど。そう、こっちまっすぐ行ってみよう。なんか、この先雰囲気良さげじゃないですか。買ってきましたね。言ってますけれども、今から食べるこちら弁当チキンダイナマイトっていう、なんかね、チキン南蛮みたいな、唐揚げみたいな、鶏のフライみたいなのに美味しそうなスパイシーマヨかかってる、もうカロリー爆弾でございますね。ほんでそれをちょっとは緩和させようということで、サラダでございます。高いっすよこれ、$13。下巻くわそら。こちらのダイナマイトチキンが 9.29。 赤いよね。
でもデュークスいくら安いと思うということで、でこちらフルーツ盛り合わせ、ハワイに来たら何か食べたなる、こちら、$8.99、高いね。そして明日の朝食べるヨーグルトパフェですね。ヨーグルト、まあ、イチゴソース入っとって、ここにグラノーラ入ってるって、よく北米の定番スタバとかでも4人で売ってるんですけど、$6、高いね。で、よくあるポグジュースですね。パッションオレンジ、パッショングアバ、あ、ちゃう、これポグちゃうわ、まあええや、パッションガバとグアバネクター、これ$1.6ぐらいです、1本ずつ。そして最近ハマってるこのハワイで買える、パイナップルのグミですね。とこれも同じ銘柄が出てるパイナップル、ドライドマンゴー、じゃドライパイナップルのチャンクということで、塊で美味しそうということで、こちらがねですね、それぞれおいくらかと言いますと、グミが 12.49、 チャンクの方が、ドライパイナップルが 11.3、 高いねー。ということでトータルこれだけで何本使ったかというと$66でございます。税金入りまして、これさっき紹介したの全てですよ。$66、日本円やったらもう9000円ぐらい。嘘やろ、嘘って言ってや、嘘やんな、嘘やろって。知ってたやん、$66が9000円とか1万円になるって知ってたやん。いや そんなん冗談やと思うやないかいな。じゃんじゃん、おもんな。出てきた、ちょっと待ってな、危ない、これがちゃんと一緒に混ざりますからね、ちゃんと。あ、いただきます。まずは野菜からって言われてますから。こちら弁当チキンダイナマイトでございます。めっちゃ美味しそうじゃないですか。肉と米っていうのがもうすごいいかにもハワイっぽいけど、ということで、ご飯食べた後後ろのベッドで完全に寝てしまいました。今、深夜3時でございます、1時半ぐらいかな、深夜1時半に起きたんですよ。やってもうたと思ってテレビもつけたままね、寝てしまって、もうこれからまた多分朝まで寝れないと思うんですよ。またやってしまいました、昼夜逆転でございます。ということで今からこちらでライブ配信をさせていただこうと思いまして、今からちょっと皆様と、日本はちょうど今深夜ってか夜10時ぐらいだと思うんで、あんまりこの時間にライブ配信したこともないんで、ちょっとせっかくなんで目も覚めてるし、皆さんにお付き合いいただければと思って今からちょっとライブ配信やりたいと思います。一応ね、私なりの身だしなみチェック、目やにがついて変化、そしてアホ行を整えるという作業をします。あれ、どうしたんでしょうか。そうですね、カメラの位置が気に入らなかったのでティッシュ箱で高さを調節いたします。この時のライブ見てくださった方の中で、まさかパソコンがティッシュ箱の上にあるって気づかれた方いらっしゃいますか。皆様おはようございます。ということで寝癖本日もすごいことになっておりますけれども、昨日はですね、夜深夜4時半ぐらいまでライブ配信させていただきまして、多くの方ご参加いただきましてありがとうございました。でそこからちょっとして寝まして、まあ寝れへんかったからライブ配信させていただいたんですけど、その後無事寝れたんですが、今起きたら何時でしょうか。午後3時でございます。えらいこっちゃで、めちゃ寝てるやんけって。ほんでまた今晩寝られへんやんっていう、寝すぎました。でもね、寝るとき寝とかんとね、もういつ寝るかわかんないじゃないですか。ということで、まあ午後3時です。ちょっと1日無駄にしました。まあ今回ステイが長いんで、今日あってまた明日もほぼ丸1日ありますんでね、はいかっていうことで、ちょっと今から朝ごはんなんか昼ごはんなんか夜ごはんなんかわかんないですけど、朝ごはん用に昨日買ったヨーグルトパフェを食べて、ちょっと今日どうしようか考えたいと思います。ちなみにね、お外は今日もなんかね、すっきりせえへん。あ、しかもちょっと寒いね、ちょっと肌寒いんですけど、はい、こんな感じで晴れっていう感じではない、ね、風がね寒い、海は入れる温度ではないでっていう感じでね、はい、なんかね全体的に曇っておりますが、まあなんか私がイメージするカウアイ島の天気ってこういうイメージで、あんまりカラーッと晴れてるイメージはないですね。昨日も夕方雨降ってましたし、ということで、まあとりあえず
せっかくこんなスペースもあることやし、ここでヨーグルトパフェでも食べましょう。皆さん言うときますけれども、現在午後3時ですからね、すごい朝早く起きまして朝活してるみたいな風に見えんこともないでしょ。この映像ちゃいます。普通に寝坊して午後3時でございます。朝食のヨーグルトみたいになってますけど、どっちか言ったら3時のおやつみたいな感じです。え、てか風吹いたら寒っ。変な時間に鳴いてる鶏、私よく文句言うんですけど、今気づいたけど私みたいな感じかもしれませんね。昨日寝れへんくて今起きたんかもしれへん。ちなみにあっこになんかめっちゃ大きいクルーズ船泊まってますわ。ハワイ周遊したりとか、どっか北米とかアジアの方から来たやつなんですかね。めっちゃ結構大きく見えますね。さあ、ということでなんやかんやしておりましたら、もう夕方4時になりましたが、今やっと着替えましたんで、今からもホテル散策しながら、またそして今日の夜ご飯の買い出し行きたいと思います。このホテルのキーはこういう感じでリストバンド式なんで、忘れることないからね。いいですわ、私いつも鍵持っていくの忘れるんで。携帯忘れた。今充電してた、忘れてます。携帯鍵忘れへんくても携帯忘れていいんじゃない。よいしょ、ゲット。再出発します。もうこのホテルは歩けば歩くほど新しいエリアが出てくるんですけど、こんなエリアもあったんやみたいな。しかもね、目の前になんかちょっと日本の何あれ、平安絵巻みたいな絵も書いてあるんで、なんかちょっとアジア風のこうコレクション美術品が多い気がしますね。ほらこれ日本っぽくないですか。ちょっとなんて書いてるか分かりませんけど、ウグイスダニスケ、はい、分かりません。あ、こっからビーチ出れたんや。そっかそっか、ほんまに巨大なねホテルなんですよね。ゴルフコースとかもあるから、それ含めたら敷地面積すごいんちゃいますかね。はい、ここでほんでビーチに出てきました。あんな感じで沖縄の獅子舞みたいなのがあったりとかね。今日もやっぱほんま曇ってんな。でこっち側がホテルになってて、こっちがビーチ。この奥は何これ、何やろ、別荘みたいな。あれもでもホテルとかそういう系なんかな。で何ビーチか知らないですけど、こんな感じでさっき見えたクルーズ船がここにあります。でホテルがここで、そこに実はねこれエレベーターがあって、エレベーターで上上がれるんですよ。ゴルフコースで行くエレベーターみたいな。ちょっと行ってみましょうか。その前にちょっと海の質見ましょうか。水質ちょっと足に砂つくの嫌やけど、ワンコおるやんか。砂はねサラサラでいい感じ、痛くない。こうなんか輪になってるんですよ。あ、でも結構波しっかりある。濡れたくないで。でもちょっとね水温は見たいですよね。冷たそうやけど。あ、でも泳いでる人約1名2名おるわ。絶対寒いですもん今日。でここではビーチバレーしてる人が大量にいます。はい、そしてその横をワンちゃん通過いたします。ええやな、これめっちゃええやん。サザンオールスターズやん。意味わからんけど、ちょっとだけねあの水の感じを感じたいんですよ。冷たいか冷たくないかって言ったら全部濡れる可能性あるからねっていうね。来た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 。そんな冷たくないか。まあただ全身つかんのは無理やなっていうレベルですね。ということで、そのエレベーター、外にあるエレベーターを使ってゴルフコースの上の丘行けたら行こうと思います。ここにね秘密のエレベーターあるんですよ。朝7時から夜7時限定で使えるという。エレベーターのこれデザイン汚れてる、どっち汚れてるんかな。こんな上までこれデザイン、いや何これ。
はい、着いたら木やけれども、どうなってたんやったっけ。なんかね、散歩できるんですよ。ほら、まだこう遊歩道みたいに続いてて、いいですね、ここでね。なんかまあ私ゴルフなんかしたこともないし、興味別にないんですけど、ゴルフする方はこうエレベーターで上がってきて、でここでパーンとね、気持ちよく球を飛ばすんでしょう。でも風強いからゴルフってあんま関係ないんかな。それも込みで楽しい的な。あ、なんか入ったあかん的な感じ。もうここは鳥たちのパラダイスになってるけど、もうこのね、カウアイ島はね、鶏がようけおりますわ。当たり前のようにいっぱいいます。その奥にも何匹もいますね。ここ綺麗。さっきのビーチが下に見える。これ何湾って言うんでしょうね。なんちゃらベイっていう名前があるんでしょうけど、やっぱこう湾になってるから、クルーズもこう停泊できるんでしょうね。波がね少ないから、おそらく。あー、ここに出てくるんや。でさっきビーチから見えてたあれですね、別荘みたいな建物がここにあって、バケーションレンタル的な感じかな。こっちに行くと海岸線ということで、歩いてきてはる人もおるから、まあなんかあるんでしょうね。そこら中にニワちゃんおるかな。卵見つかるんじゃん、普通にこの辺漁ったら。せやけどカウアイ島はほんまにのんびりしてますわ。まあ、ここリゾートホテルの中っていうのもあって、まだ実際のカウアイ島のこうローカルの方がいらっしゃるところとかは歩いたりしてないんですけどね。でもここ空港からほんまに、ホテル約10分かかんないぐらい、もうすぐ空港の隣にあるホテルなんですけど、すごい静かですよ。飛行機の音もそんな聞こえへんし。緊張のあれやな、一緒や。日本の夏、緊張の夏言うて、すいません、邪魔しました。こっちに向かわれてこられた。いやん顔やな。じゃあね、あんたじゃなくて緊張はあっちの今後ろに行った方なんですよ。あれ、まずは私で話を通すんが筋や。近づいてきた。それが礼儀や。すいません。綺麗な色してはりますね。餌持ってへんで。それか威嚇しに来たん。面会受付は私が仕切らして持てます。威嚇し、めっちゃ目合うやん。威嚇しに来たん。初受付やね。にわちゃん可愛いんやけどさ、足怖いんよ。足恐竜みたいやん、オタク。セキュリティ呼ぶよ。ねえ。セキュリティ。足だけさ、ちょっと怖いんやって。顔は可愛らしいんやけど。ということで。受付拒否。今年はできたら、緊張の蚊取り線香買いたいと思いますんで、許してね。じゃあね、バイバイ。さあ、いい感じのとこ出てきました。そうそうそう。ここそうやん。灯台みたいだったやん。コッココッコ言うてますけれどもね。はい。いい感じ、いい感じ。灯台があります。ホテルの中で普通に一日楽しく過ごせそうですね、こんだけ広かったら。であっちの方にももう一個ね、灯台が見えるから、白い灯台がありますね。ハワイの風に吹かれながら自分の毎日を見つめ直す。ハワイの風がそんなに頑張らんでええで、大切なことを教えてくれる。どんだけ霧でかすもうが、どんだけ花粉で空気がよどもうが、風が吹いたら次の日は視界良好や。あ、ちゃうな、花粉はあかんな。花粉風吹いたらまた余計飛ぶわ。花粉の場合はな、風より雨降ってくれた方がええねん。そこんとこよろしく。さあ、ということでこちらのフードトラックゾーンにやってきましたけど、なんか美味しいのあるかな。お寿司はステーキとガーリックシュリンプのコンボにしました。美味しいもの2つセットで19ドル、高いけど、もう多分今日一食なんでこれだけなんで、はい。と、グアバのスムージードリンクみたいなのしました。めっちゃおこぼれハンターおるやん、この辺。狙ってます。こぼさへんで多分私、ごめんやけど。めっちゃ音でか。今起きたん自分な。わてでも2時間前に起きたよ。遅すぎるんちゃう。吉川さん早く走って、もうおこぼれ始まってる。山田さん足早いわ、ほんま若いのええな。おこぼしませんから私。いえ、めっちゃうまそう。思ったよりステーキでか。うまそう。ちょっとだけ気持ちいい。野菜も入ってるし。そしてこちらグアバドリンクでございます。うまそう。おこぼれないからね君たち、言っとくけど。また早く来た。すぐ早く来るんすよ。ミディアムレアにしてもらったんで。うまそう。うまい。
や、それは私かって一応若者が好きそうな映えスポットみたいなとこは見つけたらこうやって撮るんですよ。とりあえずね、派手な色しといたら映えますわ。多分ね、原色を 3,4 色使うっていうのがまあポイントやと思いますわ。見てください、このおもろいの見つけた。カウアイ島のウェザーステーションということで、もしココナッツが濡れていたら雨、もしココナッツが揺れていたらウィンディー、風が強い、もしココナッツが暑かったら、もう読むのやめよう、全部そのままやん。おはようございますということで、今日はカウアイと3日目でございますけれども、ついに晴れましたね今日は。ということで、今から街の方に出たいと思います。やっぱり晴れると全然雰囲気ちゃいますね。全部手で抱える感じですけど、昨日からねここでずっと編集とかしとけばよかったと思って。やね、ということで本日も皆様動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。カウアイ島ステイ、次回はですねリフエの街の中心部、ローカルの方が多くいらっしゃるエリアに行ってまいりました。またリゾートホテルのエリアとはですね全然雰囲気が違っておりましたので、またもしよければ次回もご覧いただけると嬉しいです。それではまた次回の動画ですぐお会いしましょう。さよなら、バイバイ。